皆さん、こんにちは。今回は、番外編、低音パート、ピアノの左手、バンドのベースパートの作り方について、お話ししたいと思います。もちろん、音楽ジャンルと、リズムは、切っても切れない関係にあり、ここで全てを語ることはできませんが、左手の書いていない楽譜でも、自分で考えたり、難しい譜面も簡単にアレンジして、自らのレベルに合わせて演奏することができます。今回の話には、前提として、コードの知識が必要になりますので、わからない方は、確認しておいてください。まず、例題ですが、コード進行だけでは、ベースパートのイメージが湧かないので、コード進行を想定しながら、メロディを乗せてみます。このコード進行は、まだ説明していないこともありますが、よくある定番の進行です。まず、メロディだけです。次に、コードのルートを全音符で弾いてみます。初心者や歌の音程を確認したいだけであれば、これで十分だと思います。次に、コードの音を3拍目に入れてみます。ほとんどのジャンルで、コードの音は問題なく使えるはずです。ただ、ロックでルート8分弾きが似合う曲もあります。プラス2拍裏で、少しリズムにアクセントをつけるだけでも、雰囲気がしっくりくるかもしれません。3拍目を半拍ずらしてタイミングを変えてやるだけでもうまくはまる場合があります。次の例は、4拍目の裏に、次の小節の頭にスムーズにつながる音を入れて、リズムの変化も生み出しています。ちなみに、半音、全音、コードトーン、コード下降進行などがスムーズにつながります。また、7から8小節目のソが連続するところが気になりますので、コードを1拍目に持ってきました。
4拍目の表にも、さらにスムーズにつながるように音を入れた例です。これらの例では、分かりやすく同じパターンを繰り返していますが、実際には、いろいろと組み合わせるだけでも、無限のバリエーションを考えられます。次は、ハーモニーについて考えてみましょう。リズムは変えずに、ベタ弾きで試してみます。コードの音の順番、ボイシングを変えてみます。まずは、コードネーム、そのまま並べてみます。C メジャー7ならドミソシ、 F7 ならファラドミフラットと順番に並べてみます。レミファミドラレミファソシドミエミレラレラシレシソミドシソラ。これでも間違いではありませんが、コードチェンジに無理やりな感じがあります。次の例はいくつかのコードを展開させてあります。展開とは、例えば第一展開ならドミソシの一番下のドを一番上に持ってきます。第二展開ならドとミを、第3展開なら、ド、ミ、ソを上に上げることで、最低音を変えて、コードの響きのイメージを変えたり、前後のつながりをスムーズにします。技術的にも、前後のコードと共通の音を使うので、押さえやすくなります。レミファミドラ、レミファソシ。今回はド付近に音を集めてみましたが、さまざま考えられます。さらにピアノは最低音を省略してみるのも雰囲気を変える良い手法です。ルートという意味ではなく、展開した結果出てきた最低音です。さらにギターなどで使われることが多いドロップ2、ドロップ3というやり方もあります。例えば A7 であれば、ラ、ドシャープ、ミ、ソ。第一展開にして、ドシャープ、ミ、ソ、ラ。下から数えて、2番目のミをオクターブ下にするのを、ドロップ2。レミファミドラ、レミファソ、シ。下から数えて3番目のソをオクターブ下にするのをドロップ3。もちろん第2展開のドロップ2や第3展開のドロップ3も考えられます。レミファミドラレミファソシドミエミレラレラシレシソ。
コードの3度と7度だけにするのも、他の楽器の状況やジャンルによっては、いい場合もあります。レミファミドラ、レミファソシド、ミミレラ、レラシ、レシソミドシソラ。たった2つの音ですが、展開させるだけでもスムーズになるのがわかると思います。レミファミドラ、レミファソシド、ミミレラ、レラシ、レシソミドシソラ。一つ一つは、初心者・中級者の方でも簡単にできる例を挙げましたが、適材適所にその手法とリズムの組み合わせを見つけ出すのはとても難しいことです。でも、逆に正解は一つでもないのです。いろいろと試してみるのが良いと思います。試しているうちに思いついたことをすぐに演奏できるようになってきます。ご視聴ありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。